れでもうさっきの病気も全開確実。ほぼ全開してるんだけど。あ、何故重病人がこんなところに。ただの風邪だって言ったでしょ。朝ちょっと喉が痛かっただけなんだから。遠出はやめた方がいいと思って。うん、私たちの努力が。どうしたの？そうなんだ。ありがとう、パドカ。レオユニはまだ早いぜ。とりあえずこいつらを見てから行っておくれ。これはベソメイグッズ。あれこれ、よく寝られるように。これはぬいぐるみ。音？ボスか。私もいらない。でもな、もう治ってるんだもんな。つまんないよな。私が病気だと面白いわけ？看病してあげようかと。迷惑だからやめて。ひどっ。ありがとう。本当なら今日はこれを買いに行こうと思ってたの。うん、ありがとう。礼には及ばないわ。マドカ、ベソメイグッズ責任取って持って帰りなさいね。私なの？こいつが欲しがってんじゃん。お身川まどか様、あなたに進呈いたします。いらねえ。いや、ネタとして。それじゃあ、あまり遅くなれないから。二人きりのデートはどうだった？はい？あ、そういや、二人きりだったね。はいはい、わかりました。それじゃね。うちらデートしてた？だよね。やっぱ私みんなで行く方がいいかも。だよね。
私の言う通り行けば間違いなし。どうした？ちょっといい？今日一緒に帰らない？いやさ、助けると思って。サッキーならもういないよ。だからあんたに頼んでんだって。だからさっきからそう言ってんじゃん。
ういう時は見えなかったことにすんのが紳士ってもんでしょ。
席につけ。こんにちは。別に。私はそこまで暇人か。まだ全然先だっつうの。まあ聞こえるわけないか。壁も分厚いしね。あんたっていい度胸してるよ。こんなとこでよくそんな騒げるよね。誰のせいだ。うわやば。はあ、やっぱ調子狂うわ。あ、いや別に謝んなくてもさ。何？ところでか。よし行くぞ。なんか今日入りたくないんだよね。うちだからさ、いろいろ言って、今日はあんたんち泊まるわ。いいっしょ別に、そこいらの
ップまで構わないし。静かにするから。かなり遅いっしょ。